第三大大器。ロイヤルアングリアン連隊は、イーストアングリアン旅団霊下の連隊を統合して1964年に編成されたイングランドの戦列不評連隊である。複数の一個大隊編成の連隊を統合し、複数大隊編成とした新しいタイプの大型連隊であり、イギリス陸軍で最初にこのタイプに編成された連隊である。連隊番号は、 元の連隊の番号をつなげて、第9、10、12、16、17、44、48、56、58、不評とされる。イギリス不評連隊の母兵区分。赤色の部分が、ロイヤルアングリアン連隊。アフガニスタンのヘルマンド州で、作戦中のロイヤルアングリアン連隊。アフガニスタンのヘルマンド州で、作戦中のロイヤルアングリアン連隊。 1964年、イーストアングリアン旅団の4個連隊、第1イーストアングリアン連隊、第2イーストアングリアン連隊、第3イーストアングリアン連隊、ロイヤル、レスターシャー連隊を第1から4代隊として、ロイヤルアングリアン連隊が発足した。その後、各連隊の予備役代隊、ロイヤルノーフォーク連隊第4代隊、サフォークケンブリッジシャー連隊、ロイヤル、 リンカーンシャー連隊4、6大隊、ベッドフォードシャーハートフォードシャー連隊第1、大隊、ファースト。バタリオンザ・ベッドファードシアー、ハートフォードシアレジメント、エセックス連隊4、5大隊、ロイヤル、レスターシャー連隊4、5大隊が再編され、1967年に、第5大隊、1971年に、第6、7大隊として加わった。 1970年、第4大隊が中隊へ格下げされ、1975年、廃止。1994年、第3大隊が第1、2大隊へ合併。1996年、第5大隊が、平坦部隊へ改編。1999年、第6、7大隊と他の予備役部隊が合併し、イースト・オブ・イングランド連隊となったが、2006年には再び、 ロイヤルアングリアン連隊に寮下に戻り、第三大隊となった。参加部隊はたびたび、アフガニスタンやイラクに派遣されている。連隊本部及び2個正規大隊と1個、予備役大隊からなる。管理師団は、2個の正規大隊は、上司団、予備役大隊は、国防義勇軍に属する。連隊本部連隊本部は、サフォーク州ベリーセントエドマンズのジブラルタルバラックに、 置かれている。ジブラルタルバラックは1878年に建設され、サフォーク連帯本部として使われていた建物で、現在でもサフォーク連帯博物館が同居している。連帯全般に関するポリシーの展開、イベントの計画及び管理、チャリティの調整、連帯紙の編集及び、商工の募集管理といった業務を行っている。第一代タイザバイキングス2007年。 アフガニスタンからの帰還式典で整列したロイヤルアングリアン第1大隊連隊兵士 FV432 を装備した機械化風評部隊であり4個中隊からなる各中隊には以下のように元の連隊名が付けられている A、C、D 中隊は2009年10月にアフガニスタンのヘルマンド州へ戻り第11系旅団を支援するため6ヶ月の任務に ついている。根拠地は、サリー州、ピル・ブライト。第二大隊ザ・ポーチャーズ更新する、ロイヤル・アングリアン連隊、第二大隊。警譜標編成で四個中隊からなる。各中隊には、以下のように元の連隊名が付けられている。2009年、第七装甲旅団支援のため、イラクへ二度目の派遣をされた。2010年から2年間、アフガニスタンでの作戦のために、 キプロスへ駐留する予定。根拠地は、ドイツのニーダーザク選手、セレ。第三大隊アフガニスタンに派遣された第三大隊。国防義勇軍管理下の予備部隊であり、五個中隊から、なる。各中隊には、以下のように元の連隊名が付けられている。地域軍の下では、第五不評師団第四十九不評旅団に属している。本拠地は、 サフォーク州ベリーセントエドマンズ。ロイヤルアングリアン連帯は、イングランド東部を兵員補充区域とする9個の連帯が統合を繰り返してできた連帯である。そのため、番号で呼ばれる場合は、上述のように、第9、10、12、16、17、44、48、56、58、不評とされ、これらの連帯の伝統を引き継いでいる。いに、 ロイヤルアングリアン連帯が伝統を引き継いでいる連帯について述べる。見出しの連帯名は最終のもので、括弧書は連帯番号である。1933年インドにおけるロイヤルノーフォーク連帯期1742年の第12不評連帯兵士。ウィリアム王戦争初期の頃を再現した西の英軍第10不評連帯。 1685年の創立から1691年まで、この連隊は、当時の英陸軍戦列不評連隊で唯一青い上着を着用していた。1742年の第48不評連隊兵士。1742年の第16不評連隊兵士。第44連隊、第56連隊が統合。エセックス連隊。 第3イーストアングリアン連隊へ統合。1742年の第44不評連隊兵士。1742年の第17不評連隊兵士。ありがとうございます。